ワンデー、8話二宮和也、政治、脳裏をよぎる過去の映像に、記憶全部思い出したよね。ワンデー、聖夜のから騒ぎ、8話が11月27日放送。ラストで政治の脳裏をフラッシュバックする過去の記憶。視聴者からは、記憶は戻ったという解釈で良いのだろうか、記憶全部思い出したよね、などの反応が寄せられている。クリスマスイブの一日に起こる出来事を書く本作、三人の男女を主人公にそれぞれの物語が同時並行で進行していく中、それらが次第に運命の交錯へと導かれていく、というストーリーが展開中だ。スグロジ星人と呼ばれている天気ユータを二宮和也が演じるほか、中谷美紀がユータの大学時代の先輩で、会社の方針と対立する横浜テレビキャスターの倉内貴京を、大沢たかおが老舗レストラン青い亭シェフの立ち葵時をそれぞれ演じる。また国際犯罪組織アネモネ二代目ボスの笛花水木に中川大志、政治の素性について知っている模様の警視庁管理官、三谷万作に江口洋介。心よく思っていなかった三谷に力を貸す刑事、狩宮可憐に松本若菜。警察の身分を隠し政治や三谷、水木に接触する八幡湯庵に中村庵。アネモネに捕らわれたが政治に助けられた新人記者の立ち葵佐子に福本莉子。前回、ユータと交際していたことが明かされた、青い亭のソムリエール竹本つゆびに桜井由紀。小手伸也、井野脇海、栗原英雄、加藤良、丸山智美、佐藤浩一らも出演する。以下ネタバレを含む表現があります。ご注意ください。三谷と対面を果たした政治だが、乗り込んだ路線バスにアネモネの追っ手が、政治はバスジャックが起きたように見せかけ邪魔が入らない状態を作り出し、三谷から自分の素性について聞き出そうとする。一方、ユータと交際していた過去を明かしたつゆみは、そこにユータとの思い出を語り始める。三谷によれば警察官だったユータは警察幹部の汚職を偶然発見、抗議しようとするも上からの圧力で自身が汚職の張本人にされたところを三谷が救い出し、スグロジ星人としてアネモネに送り込んだという。アネモネを壊滅させたら普通の警察官に戻すつもりだったが、こっちの情報がアネモネに漏れ、ユータの任務が長引くことになったという。そのためユータはつゆびと交わした2年待ってもらう約束を果たせなかったというのが8話の展開。ラストで三谷は政治を銃で撃つ。その場に倒れ込む政治だが、その時過去の映像がフラッシュバックする。その演出に視聴者からは、もしや撃たれた時に記憶が戻ってるのかな、撃たれて倒れた時に政治さんの記憶は戻ったという解釈で良いのだろうか、撃たれた時記憶全部思い出したよね、などの反応が。またカレンやサコを助けるなどの行動を見せた政治に、政治は記憶をなくしていても、ユータの心をなくすことなく強い正義感を貫いていたんだ、といった声も。一方、バスジャックの捜査に当たるカレンの元に現れた捜査一課長、一ノ瀬も、遠山俊也に対し、警察の裏切り者は課長のような気がしてきた、アネモネに情報流してる警察官って、カレンの上司の捜査一課長、といった投稿も。アネモネの幹部の聴取をしようとするカレンを遮ったり、カレンと三谷の会話の内容を知りたがるなど、その行動に対し不信感を抱く視聴者が急増している。第9話あらすじ。三谷が政治を撃ち、政治は救急車で病院へと搬送される。カレンは政治を乗せた救急車に同乗する。三谷は一ノ瀬に政治が暴れでしたので仕方なく威嚇射撃をした、と説明。一ノ瀬は、この街で好き勝手なことは許さない、と三谷を非難する。
そんな中、桔梗は事情聴取を終えた時雄から重大な事実を聞かされる。